こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は気になるニュースというかね、事件というかを見たんで、ちょっと注意喚起のシェアをします。楽天銀行は使わない方がいいです。楽天銀行の口座凍結が増えているようです。これね、楽天銀行の対応が雑すぎると、まあ、タイトル見て読んだらですね、まあ、口座が犯罪対策を行っている部分が、なんか不正取引を行っている口座と判断して口座を凍結したと、ヤフオクやってるだけなのにっていうのが、書いてありました。で、これね、楽天のサービスをヤフオクだけで使ってるから嫌がらせで凍結してるのかなと思ったんですけど、まあ、そういうことじゃないようだと見るとですね、もう大炎上中と、俺も凍結された、俺も凍結されたというのがですね、かなり、にぎわってるというか、そういう状態になってるそうです。それで考えられるのはですね、おそらく楽天銀行というのは、海外に住んでる人とか、日本に旅行した時とかですね、割と簡単に口座が作れるんではないかと思います。で、簡単に口座が作れるもんで、まあ、中国なり、どこの国かわかりませんけど、口座を作ってですね、ヤフオクで偽物を出す、あるいは商品を送らず、売上だけ受け取ると。いう詐欺的な取引に楽天銀行をかなり利用されてるんじゃないかと。そうすると、まあ、事件性があって、事件を追ってみたら、楽天口座を使ってたと。この事例が相次ぐとですね、ヤフオク、あるいは、金融庁、あるいは警視庁から、楽天に指導が入ります。そうすると特徴としては、ヤフオクからの入金が多いというのが危ない口座、詐欺の可能性があるというふうに判断されちゃうんですね。で、まあ、楽天使ってヤフオクやっててですね、ヤフオクの入金が多いというのは自然な形態なんで、とばっちりで凍結されてる人が増えてると。まあ、多分そういう事情じゃないかなと思います。で、実際そうなのかどうか、それはわかりません。ただ少なくともそういうリスクがある以上ですね、わざわざ楽天を使わなきゃいけない理由というのはないです。ゆうちょとかね、三菱東京 UFJ、みずほなどですね、問題なく使える口座で、まあ、受け取り手数料、送金手数料無料でやり取りできる口座があるわけですから、リスクを冒さず、まあ、楽天銀行以外の銀行を使ってですね、お金を受け取ると。残高はできるだけなくしておくというのをお勧めします。こんだけね、急に、まあ、トラブルが多くなってるってことは、多分まともな審査をしてなかったというのが、考えられます。で、そうなるとね、疑わしいのは全部凍結となってしまいますので、凍結されたらね、いつお金が戻ってくるか分かんないと、戻すのも一苦労ということありますので、入金はせず残高をなくしてしまえばですね、そういう面倒なことやらずに済みますので、そういう対策を取ることをお勧めします。また、どの口座を使えばいいかとかですね、実際のところどういうふうになっているのか、その辺ね、知りたい方はご質問ください。お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。